でこの1785億の中の周辺環境の中には JSC のビルも入るわけで、そこは俺納得しないのは、もともと1300億ですと言っててコストがオーバーランしましたと、でその中に自分の新築ビルも入れてますって言うんだったら、やっぱりそこは最初に落とすべきもんじゃないの。で、1785億の中にはその JSC の事務庫のお金は入ってございます。この周辺整備の中に入らないわけ。入ってございます。じゃあこれにさらにプラスアルファいくらかかるの。ちょっと待ってよ、全体でじゃあいくらかかるんだよこれ。いやいや、それ文科省管理監督してないの。いえ、そういうことでございます。じゃあ一体全体この外苑のこのプロジェクトで国費一体いくら出てくるんですか。それは今東京都からいくらお金が出るかということを。いや、じゃあ少なくとも東京からいくらもらうかは別として、いくらコストがかかるのこのプロジェクトは。だってこの他に JSC のビルがあって、あと何があるんですか。 JSC のビル、そうですね、ハードとしてはそういうこと。あとそれだけ。いや、それならそんなものを作らずにそこのところだけ残せばいいじゃない。JSC のビルをというか。そうよ、だって当初見込みよりはるかに大きくなって、それで自分のこのも新築しますと、それはおかしくない。ただ JSC のビルは昨日もご説明申し上げましたように、このところはどうしても協議状がそこにかかってしまいますので。だってそれは規模感の問題でしょ。ただそれを残すという前提で規模感を出せばいいじゃない。いや、それは難しいだろう。デザインと一体だから。いや、それならデザインが変わるべきじゃないの。いや、まあ、だからそこをまあ検証すればいいじゃないですか。だからこのデザインでやってんだから。だってデザインの変更はできるわけでしょ。できるけども本人が同意すれば。その細かいことの話じゃないと思うよ。そこら辺まで精査してるんですよね、文科省で。当然この規模の金ですから。はい、精査した結果、まあそれをかけて回収するっていう話にしたんですか。まずは多様な残余ということで、国費と、まあ、東京都からいただくものと9時からの収入、9時からの、まあ、建設費に充てる部分ということで、多様な残余ということで国民の税金をなるべく減らすということを一つやっております。そしてその後、今収支のお話で、収益が上がることによって将来的な運費交付金の増加を抑えるということをやろうとしている。この2つ。じゃあごめん、1785億であといくらかかるの。これ以外に JSC のビルが新築されるだけ。ここは調整中でございます。だから少なくともそれならそれをもう少し抑えるとかさ、はい、昨日の話じゃ面積が倍になるわけだろ。事務所の移転事務所、はい、今4400平米が約8000平米のものになるという計画。それでコストはオーバーランしちゃいますっていうのはさ、それはやっぱり税金なんだから、どっかできちっと誰かがメカニズムで抑えてくれなかったら、それは与党が抑えるしかないじゃないか。だから我々ここでこれはおかしいよと、そんなに青天井でやりますよと、サッカーのワールドカップもやりますよみたいなことは、それは申し訳ないけどダメだよ。少なくともサッカーのワールドカップについては2002年のワールドカップの後始末をしてからだよ。で少なくともこの計画はいくらトータルでいくら使うんですかということがちゃんとあって、それで収支が黒になるようなプランにして、ランニングコストの負担はないよと。じゃあその最初の収支ここまでよと、
工事費いくらよっていうのをやっぱりきちっとガイドラインで文句出さなかったら、そうそう、いやだからそれはさっき長谷さんが言うようにね、ホスピタリティで稼ぐっていうのはそれはあると思いますよ。それはそこで稼がなかったら収支は回らないわけだから、広告ね、まあ広告もそこはいろんな頭の使い方だと思うよ。それは足が出た分稼ぐじゃなくて、やっぱり国民負担を減らす方向にそれは行くべきですよ本来。だそこの考えはちょっとおかしくて、額ありきで物ありきでいくらかかっても大丈夫ですよっていう感覚がやっぱおかしいんだと思いますよ。だから少なくとも IOC で IRB だっていうのはさ、このプランで行くしかないっていうのを持っていかないと、向こうがこう言ってるからはいはいこれでやりますっていうわけにはいかないで。それで悪いけどサッカーのワールドカップは別口でやってもらわなかったら、それは当然我が方でできる範囲のもので調整をするということになる。だからその我が方はいくらまで出すのかっていうのをもう少し文科省明確に出してよ、全部のコストはいくらですっていうのを。これ1300で収ましたらこんな話になってないんですよ。いや頑張りましょうって話になってますよ。そりゃだからやっぱりそこをなんかきちんとやっぱり膨らんでいくと、やっぱりそれは不信感を、ね、招くだけです。それでこれだけ1300です、3000です、1800です、なんだかんだってこれだけ金の金額が動いているのに何にもガイドラインが出ないっていうのはさ、それはやっぱり不信感を招きますよね。だからちょっといくらなんですっていうのをきちっと出してもらって、でランニングコストはこれは黒になるから税金の投入はないよと、そこだけは厳守してもらってくださいよ。